宇宙域とはテレビドラマスタートレックの世界で銀河系を90度ずつ4つの証言に区切った呼び名である。太陽系と銀河中心を結ぶ線を基準として銀河の回転方向に向かって順にアルファ宇宙域、ガンマ宇宙域、デルタ宇宙域、ベータ宇宙域と呼ばれる。それぞれの宇宙域は20光年四方のブロックに区切られたセクターに細分され、太陽系は セクター001に位置する。渦では平面的に見えるが、それぞれの宇宙域は立方体であり、構成形がほとんどない部分もある。アルファ宇宙域には惑星連邦加盟星系の大部分があり、カーデシア連合、フェレンギ同盟などがある。米上星系もここに位置し、ディープスペースラインとガンマ宇宙域につながる特殊なワームホールが存在する。ベータ宇宙域には、 惑星連邦加盟成形の一部と、ロミュラン星間帝国、クリンゴン帝国などがあり、数々の銀河戦争の舞台となった歴史がある。また地球は、アルファベータ両宇宙域の中間に存在するが、通例、アルファ宇宙域、セクター001として表される。ツインディの根拠地のあるデリフィック領域も、両宇宙域の境界近くにあった。ガンマ宇宙域やデルタ宇宙域は、 惑星連邦から数万光年離れているため、24世紀後半まで、ほとんど何も知られていなかった。しかしガンマ宇宙域は、前述の米城アームホールの発見と、ドミニオンとの接触によって、流動体生物とドミニオンの支配下にあることが、分かった。またデルッタ宇宙域は、USS ボイジャーの放浪によって、多くの情報が得られ、防具が広範囲を支配して、 すでに他種族を同化したことが分かっている。防具はデルタ宇宙域から3度にわたって惑星連邦への侵略を行った。なお、宇宙域は惑星連邦が独自に定めたローカルな区分であるが、劇中ではロミュラン人やカーデシア人などの他種族がこの区分に基づいて会話しているシーンが頻繁に見られる。ありがとうございます。